本日はご来場ありがとうございます。麦の屋古今と申します。どうぞよろしくお願いいたします。若い頃一人旅をしたことがあります。知らない街をぶらり旅しておりますと、ちょっとした人の優しさがじーんと胸に染みたり、すれ違う女性がなぜか不思議とみんな美人に見えたりして、いいな、こんな綺麗なお姉さんと旅をしたいな、道連れの旅をしたいななんてよからぬ妄想を抱いたりしましたが、旅は道連れ、世は情けなんて言いますが、昔電車もバスもなかった時代、旅というのはもっとこう今よりも心揺れることが多かったんじゃないかと思います。そんな昔、東北は仙台の町を旅する一人の男がおりました。おっちゃん、おっちゃん、旅の人かい？そうだよ。だったらうちに泊まってくれませんか？坊やのところは宿屋かい？ああ、これは小さな客引きさんだ。坊やのところはどこだい？あの、この仙台の地区まっすぐずっと行くでしょ。そうすると右側に仙台一大きい虎屋っていう宿があります。おお、客引きは小さいが宿は仙台一大きな虎屋の前にある仙台一小さなネズミ屋というのがうちです。なんだい、そうなんだ。でも大丈夫ですよおじさん、うち女中さんがいませんから。いないのかい？あ、でも大丈夫ですおじさん、うち汚いですから。おいおいおい、随分正直な坊やだね。よし、気に入った。おじさん、坊やのところに泊まるよ。これも何かの縁だ。ありがとうございます。それじゃ あのその前に一つおじさんに聞かなきゃいけないことがあるんですが、おじさんは寝るとき布団敷く人ですか？面白いこと聞くね。おじさんは敷く人です。あ、そうですか。だったら20文ください。坊やのところは前線かい？いえ、違うんですけども、うち布団がないんです。だからお客さんが泊まるの決まってから布団借りに行くんで20文必要なんです。なるほどな。よし、わかった。じゃあ20も頼んだよ。 ありがとうございます。だったら先に行っててもらっていいですか？あたり布団借りたらすぐ行きますんで。わかったわかった。じゃあ頼んだよ。かわいい坊やだな。どれどれ、ここをずっと行って、右側、虎屋大きいね。さすが仙台一。その前にあるネズミ屋、ちっちゃいね。これは宿というより納屋かな。こう古くて趣もあるが傾きもあるってそんな感じかな。どれどれ、ごめんよ。いらっしゃいませ。お客様、すいません、本来だったらお出迎えに出なければいけないんですが、あいにくと腰が抜けておりまして。面白い宿だね。客引きが、年端もいかぬ子供なら、話の通じる大人は腰が抜けてる。申し訳ございません。他の宿に変えますか？いやいやいや、ここに泊まるよ。坊やと約束したからね。ありがとうございます。どうぞ。うちのせがれが声をかけさせていただいたんでしょうか？ああ、そうなんだよ。私から20も預かってね、今布団を借り、戻ってきた戻ってきた。坊や、こっちだこっちだ。おじさんも入ってるよ。おじさん、ありがとうございます。今布団すぐ来ますんで安心してください。それからもう一つおじさんに聞かなきゃいけないことがあったんですが、おじさんは晩ご飯とか食べる人ですか？当たり前、面白いこと聞くね。おじさんは食べる人です。でしたらこれからだと時間かかりますんで、お寿司買ってきましょうか。いいね、お寿司。そういえば旅に出てから一度も寿司は食べてないな。寿司にしてもらおうか。わかりました。じゃあ6人前ほど買ってきましょうか。6人前？おじさんそんなに食べられない。
お父っつぁんとあたいの分があります。なるほど、いいから親父さんそんなに怒らなくたって、子供の言ってることじゃないか。大丈夫だから。それにだんだん分かってきましたよ。私もあれでしょう、この宿は泊まった者が一家を養うことになってるんでしょう。冗談冗談、よし坊や、じゃあこれでな、よし、はい、と頼んだよ。今一部渡した大金だ、それでまずお酒を2升買っておくれ。あのあたいお酒飲まない。当たり前じゃないか。坊やが飲むんじゃない、おじさんが飲むんだ。その代わり残ったお釣りで、好きなだけお寿司買ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あ、走んなくていいから。あ、気をつけて転ぶよ。かわいい息子さんじゃないですか。ありがとうございます。本当にお優しい人でありがとうございます。よしてくださいよ、そんなに、そんなに頭を下げられちゃこっちが恥ずかしくなります。あ、そうだ、その代わりと言っちゃなんだが、一つ聞かせてもらえませんか。ここはどう見たって納屋を改造したようなところだ。どうしてこんなところで宿屋やってるんだい。あの、信じてもらえないとは思いますが、私以前向かいの虎屋の主だったんです。あの虎屋の、はい、もう5年前になりますか、女房に先立たれまして、いや、私は後添えを入れるつもりはございませんでした。ですが周りが虎屋の主たる者一人ではいけないとうるさく言うもので、当時女中頭をしておりましたおこんという女中を後添えに直しました。これが今考えれば全ての始まりだったんです。いや、最初は良かったんです。とっても気のつく女で、店はうまくこう回っておりましたところが、仙台の七夕祭りの時です。仙台の七夕祭りですから、お客様もご存知の通りも大勢のお客様がいらっしゃって、その夜のこと、お客様同士の喧嘩がございまして、ちょうど2階のはしご段の上りっぷちでございます、危のうございますと止めに入った私の胸にお客様の手がどんとぶつかりまして、そのまま下まで落ちました。打ちどころが悪かったんでしょう。以来ご覧のようなありさまで、それから奥の離れに引っ込みまして、後のことは後添えのおこんと牛蔵に、番頭の牛蔵に任せていたんです。そんなある日、ふとしたことからせがれの体にいくつもあざがあるのを見つけましてね、どうしたんだいと聞きますと、友達と喧嘩をしたと言います。いえ、子供同士の喧嘩でつくようなあざじゃございませんでした。私は、どうしたんだい、そんなことないだろう、誰かにやられたのかいと聞きますと、いきなり私の首根っこに抱きつきまして泣くんです。おっかちゃん、おっかちゃんはどうして早く死んじゃったんだい。その時初めて気がつきました。ママ子をいじめっていうことが本当にあるんだと。私おこんと牛蔵にそのことを問いただしました。すると逆にキレられまして、この腰抜けが何を言ってるんだ、飯を食わせてもらってるだけありがたく思えと、親子ともども道を隔てたこの納屋へ追い出されてしまいまして、それからその後店を乗っ取られたという次第で、後から分かったんですが、このおこんと牛蔵、最初から二人は通じていたそうなんです。そんなこともわからない世間知らずで、あんとも情けない話で、その後食うに困ってましたら、これも親として本当に情けないんですが、息子の方から、お父っつぁん宿屋やろうよ、宿屋ならできるよと言われまして、恥ずかしながら息子の手を借りながら、なんとか食いつないでいると、そういうわけでございます。そうかい、すまなかったな。言いにくいこと、すまないついでにもう一つ教えてくれないか。
名前はどうしてネズミ屋なんだい？それでございましたら、ここはもともとネズミの住処でした。それを私どもが追い出したわけですから、せめて名前だけでもと。ずいぶん義理がたいんだね。向かいの虎屋とは大違いだ。親父さん、これぐらいでいいんだが、そんなに大きくなくていい。木の切れ端はあるかい？そんなもんでしたら、ここはもともと納屋でございますから、裏にいくらでもございます。はあ、じゃあそれを一つもらうよ。さて、そう言ってその切れ端、木の切れ端を持ち、トントントンと2階へ登っていきます。この男、実は掘り物を掘らせたら右に出る者がいないと歌われた名人、左甚五郎、その人でございます。いくら金を積まれても自分で納得しなければ仕事はしない。しかし納得すれば金は二の次で、最後まで立派に仕事をやり遂げる。そんな左甚五郎さん、木の切れ端をもらうと部屋に入り、一心不乱に掘り始めます。出来上がったのが小さなネズミ。そのネズミをたらいの中に入れまして、玄関の内側に置きます。店の外には立て札を立てます。甚五郎作福ネズミ、ご覧になりたい方はぜひお泊まりください。さて、このネズミ、ただの掘り物ではございません。見る者の前で縦横無尽にたらいの中を駆け巡る、そういう代物。これが評判になりまして、ネズミ屋さんには次から次へとお客さんが入ってくる。宿の方も増築増築増築とどんどん大きくなって、しまいには虎屋よりも大きくなりました。これが面白くないのが、向かいの虎屋のおこんと牛蔵でございます。あんた、どうすんだよ、客みんな取られちまって悔しくないのかい？うるせえな。分かってるよ、俺だって考えてんだよ。ちゃんと手は打ってあるんだよ。さて、この牛蔵、何を企んでいたかと言いますと、向こうがネズミ屋でネズミを掘ってもらったんだから、こっちは虎屋で虎を掘ってもらえばいいんじゃないかと、こちらは仙台藩お抱えの掘り物師、飯田丹下という人物に、こっちは百両という大金を積み上げまして、大きな虎を掘ってもらいました。それをネズミ屋の、虎屋の2階の窓からネズミ屋のネズミを見下ろすようにでんと据えたところ、ネズミ屋のネズミ、腰を抜かしたのか、ピタリと動かなくなってしまいます。すると、大変だお父さん、ネズミが動かなくなった。なんで、どうして、何、あの牛蔵が、とネズミ屋の親父さんの腰が立ったんだそうです。もう治ってたんですね。自分で立てないと思い込んでいたから立てなかった、立てば立てたのに立てないから立たなかった、立てば立てたのに腰が立ったと、ちょっと噛みましたが、なんとか再現ました。そういうわけで、ネズミ屋の親父さん、手紙を書きました。甚五郎先生、私の腰が立ちました。ネズミの腰が抜けました。甚五郎先生すぐやってきてくれます。ごめんよ。ああ、これは甚五郎先生、お久しぶりでございます。うん、親父さんよかったな。腰が立ったそうじゃないか。いやいやいや、分かってる分かってる。それで、そのネズミはどこだい？おお、坊や。いや、ずいぶん見ないうちに大きくなったな。もう坊やと呼んじゃいけないかな。じゃあすまないが、坊や。おじさんをネズミのとこまで案内してもらってくれ。あ、いいかな。これかこれか。なるほどな。で、あれが、大した虎じゃねえな。坊や、すまないが、おじさんを一人にしてくれないか。ありがとう。おいネズミ、お前には俺の声が聞こえているはずだ。いい加減起きたらどうだい。こら、ネズミ、起きろ。あら、旦那様。おはようございます。お久しぶりで。何がおはようか、元気そうじゃねえか。しかし、なんだな、情けねえな、おめえも。あんな虎に睨まれたぐれえで腰抜かすなんて。そんなこと言われたって。あれ、今なんておっしゃいました？あんな
虎に、あれ、あたい、てっきり猫だと思ってた。